皆様こんにちは、カヨーマリノでございます。今日もですね、ご質問にお答えする回をやっていきたいと思うんですけれども、今日のご質問は難関資格を取るために偏差値の低い大学に入るのはありですかというですね、明らかに偏差値の低そうな方からの、ご質問でございます。将来はですね、親の会社を継ぐそうです。税理士を取りたいけれども難しい大学に入ってから入ったらですね、これ大変そうだというね、もう何とも意味のわからないですねご質問でございますけれども、まず回答を見ていきますけれども、税理士を目指す上では大学は関係ないと。そもそも親の会社を継ぐんだったら税理士は不要なんじゃありませんかと。会計事務所をね継ぐという話であれば、これはね税理士になる必要があると思うので、大学行ってね、大学院まで行って、そしてこう免除をというですね、受けて、少しね、資格試験の足しにするということであれば分かりますけれども、会社を継ぐのであれば別に税理士不要ですよねという話で、もし仮に税理士になりたいんだったらそれこそ大学は別に何でも関係ないですよねというね、至極真っ当な回答でございました。私もね、同意見と言いますか、まずですね、資格試験とその大学なんかをこうなんかシナジーをつけようとするところそのものがね、頭が良くないんじゃないかなと私思っておりまして、で別にですね、大学と資格試験ってもう全く別物でありますから、大学は別に自分の行きたい大学行けばいいと思いますし、資格は目指したいんだったら目指せばいいと思う。そことこれは何も相関関係はないのでね、なので難関資格を取りたいからってわざわざ偏差値低い大学に入るってまず聞いたこともないし、そもそもあなた偏差値高い大学に行けるんですかっていう話ですよね。なんかあたかも自分は、偏差値高い大学に行けるんだけれども偏差値低い大学にね、あえて入ろうかなみたいな質問ですけれども、これ明らかにですね、質問の仕方からしても質問内容からしてもですね、偏差値が低いというのがね分かってしまうというね、偏差値低い大学に入ったのは自分は税理士を取るためなんだって言ったら笑われますからね、本当に気をつけてください。はい、ということで今日は以上でございます。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。